レベル7は、宮部みゆきのサスペンス小説である、新潮ミステリークラブ特別書き下ろし作品。1994年に関西テレビで、2012年に TBS 系でテレビドラマ化された。男は、あるマンションの一室で目を覚ました。隣には見知らぬ女が寝ている。てっきり深酔いして記憶が曖昧なだけかと思ったが、なぜか二人とも記憶をなくしていた。 そしてその二人の腕には、レベル7という不思議な文字が残されていた。見覚えのないその部屋には、札束がぎっしり詰まったスーツケースと拳銃土地のついたタオルがあった。自分たちは事件を起こした犯人なのか。記憶をなくした男と女が記憶を探して奔走する。一方、レベル7まで行ったら戻れないという謎の言葉を残して、女子高生、貝原美沙夫が突然失踪した。 1994年3月28日に、関西テレビ制作の月曜夜10時のドラマ枠、愛と疑惑のサスペンスにて放送された。主演は、浅野優子。タイトルは、愛と疑惑のサスペンスレベル7空白の90日帯。キャストスタッフ2012年5月28日に、TBS の月曜ゴールデン枠で、TBS スペシャルドラマ企画、宮部美雪。 4週連続、極上ミステリーの最終夜として放送された。主演は玉城、玉木博原作では失踪した女子高生をカウンセラーが探すが、ドラマでは、孫娘が失踪した祖母を探したり、ユ二富雄への父親の職業が、医者など、キャスト設定や、ストーリーなどに開案がなされている。キャストスタッフ、ありがとうございます。